はい、こんにちは。今日も習慣化のお話をしていきます。自己効力感を高めて習慣化を図っていきましょう、そんなお話になります。以前までの動画っていうのはどうやって習慣化を身につけていくかっていうことをメインにお話をしていきました。で、今日からは習慣化の挫折を防ぐ、つまり習慣化が定着した後の話になっていきます。だから習慣化を挫折しないためにはどうすればいいのかとか、それから習慣を長く続けていくためにはどうすればいいのかっていうお話を伝えていく動画になっていきます。で、その一発目が先ほどもタイトルで言った自己効力感っていうものに着目してお伝えをしていきます。で、自己効力感っていうのは一体何かっていうと、これから皆さんがやろうとしていることに対して自分はうまくできるっていう期待とか、あるいは自信を持つことなんですね。はい、要はやればできる、やればできる、やればできるとか、結果を出せる、結果を出せる、結果を出せるっていう感覚をどれだけ強く持つことができるかっていう、そんなことになります。はい、で、自己効力感が高い人ほど、要は自分に自信をきちんと持てている人ほど行動力も高いし挫折もしにくいんですよ。だから一回、例えば昨日の動画なんかで言うとセルフコンパッションの話をしましたけど、1日2日サボってしまいました。でも1日2日サボったとしても、いや今日からまた自分はできるんだっていう、そういったことを思ってるかどうかっていうことなんですよね。で、その結果、自己効力が高い結果習慣化も続きやすくなると、挫折しにくくなるということなんですね。ちなみに自己効力感って、じゃあそんなやればできるとか自分に自信を持つとかってどうやったらいいんですかっていうことなんですけど、小さな小さな成功をちょっとずつちょっとずつ積み重ねていくことで高められるということなんです。で、これは実験があって、ベルリン大学で85組のカップルをまず集めました。で、その男女のどちらかが禁煙を始めたばっかりのカップルなんですね。はい、で、21日間、つまり3週間タバコを吸った本数とか、それから自己効力感のレベルっていうのを調査しました。で、その結果どういうことが起こったかというと、自己効力感が高いと、つまり自分は禁煙ができると思っていた人ほど禁煙の成功率が高かったっていう実験結果が出てるんですよね。だから禁煙をする習慣化っていうのができたということなんですよ。タバコを吸おうと思っても、いや吸わないとか、タバコを吸いたいなってちらついた時に何か別の行動をするとかっていうようなことができたっていうことなんですよね。で、さらに面白かったのが、これって本人の自己効力感だけではなくて、被験者、つまり禁煙する人の自己効力感っていうのはパートナーの自己効力感と連動しているっていうことなんですよ。何が言いたいかっていうと、パートナーの自己効力感が高ければ高いほど、その禁煙をする人の禁煙の成功率っていうのは高まったっていうことだったんですよね。うん、ということは、何が言えるかというと、習慣化がうまくいくかどうかっていうのは単純に自分の自信、自己効力感の程度だけではなくて、周りにいる人、恋人とか家族とか友人とか仕事関係の仲間とかっていう、よく皆さん自身が触れ合う機会の多い人の自己効力感が高いほど自分の自己効力感にも影響を受けていくっていう、そういうお話なんですね。だから自分が自己効力感を高めていくっていうよりも、周りのやる気がめちゃめちゃ高い人と一緒にいることによって、その時間が長いことによって習慣化っていうのは挫折しにくくなるんですね。継続しやすくなっていくんですよ。だから、筋トレを習慣化しようと思った時に、家でコツコツと腕立てとか腹筋とかスクワットとかっていうのをやるのよりも、手っ取り早くお金をかけててもジムに行く方がいいっていうことなんですね。ジムに行くと、知り合いだろうが知り合いじゃなかろうが、周りで一生懸命やりながら、バーベルを上げたりとかスクワットやってるムキムキのお兄さんとかね、怖いおっちゃんとかがたくさんいるんで、そういう人たちに囲まれながら、よし自分もやったるでいいっていう気持ちになって なるというわけなんですよ。はい、なので自分一人でなかなか自己効力感高めるの難しいなってなったとしたら、例えば友人サポートとかパブリックコミットメントとかをやってるような仲間を引き連れながら、ぜひですね、自己効力感高い仲間っていうのを見つけて、周りが一生懸命やってるんだから自分も一生懸命やろうというですね、相乗効果っていうのを測るっていうのを目指して、ね、やってみていただけたらというふうに思います。当然自分の自己効力感が高いっていうものも一番大事にはなってくるんで、そうなってくると、例えば禁煙を目指している人が1日40本吸ってました、それが、今日は39本減らした、38本に減らせたっていうふうに、1日1本ずつ減らしていくっていう、こういった小さな積み重ねによっても OK ですし、普段例えばチョコレートをついつい10個食べちゃうっていうような人も1
1日1個ずつ減らしていって、最終的に10日後には0個に減らせたっていう、こういった小さな積み重ねでも自己効力感っていうのを高めていくことができますんで、そういった小さな積み重ねと、もしくは、周りにいる自己効力感の高い人っていうのを見つけて、その人のそばにいるっていうことを大事にして、取り組んでみていただけたら、習慣化っていうのは挫折しにくいですし、かつ長続きするという結果が得られます。ということで、自己効力感の重要性っていうお話をしていきました。本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。